こんにちは、デリッシュキッチンです。焦がしネギのたぬきチャーハンを作ります。ネギ1/2本はみじん切りにします。フライパンにごま油大さじ1と1/2を入れて熱し、ネギを入れ、薄く色づくまで弱めの中火で炒めます。溶き卵2個分を加えて混ぜながら半熟状になるまで炒めましょう。ご飯丼2杯を加えてパラパラになるまで中火で炒め、めんつゆ3倍濃縮大さじ1と1/2を鍋肌から回し入れて炒めます。揚げ玉 30g、 塩コショウ少々を加えて炒め合わせたら完成です。ぜひお試しください。